ねえねえ兄さん、手裏剣を投げるコツ教えてよ。俺は忙しい。手裏剣なら父上に習えばいいだろ。そうだよ、きっと嫌いなんだ。ま、そう言うなサスケ。本当に今日は時間がないんだ。今日は、ああ、明日は一体いつ来るんだか。今度父上たちが泊まりで出かけるとき、休みが取れるかもしれない。え？本当？いつ？父上に聞いておけ。じゃあな。これはなんて魚だ。なかなかうまい。そう？今日も安売りしてたのよ。旬のものは何でも安くてうまいのさ。兄さんから聞いたけど、父さんたちが出かけるのっていつ？ああ、母さんの家に泊まりで行くんだ。次の休みの日に行こうと思うが、お前も来るか？俺は兄さんにいろいろ教えてもらうんだ。あいつが、お前に？来ないなら、私がお稽古してあげるのに。お稽古じゃない。修行なんだ。ああ、すまない。お茶もらえるか。はい。お前も今と同じように。じゃあこいつはどうかな。お前は俺とよく似てる。兄さん、また今日みたいに教えてよ。そうだな、時間があったらな。約束だよ。あ、内派の家紋は誇り高い一族の証なんだ。火を起こすには風がいるだろう。内派で風を起こすんだ。兄さんは一族のために戦う？どうかな、それは俺にもまだわからないんだ。あ、父。これって兄さんって？うん、ちょっと頑張りすぎたかな。ちょっとね、苦しい。おいサスケ、今夜は外で寝ないか？え、いいの？そんなことして。寒くないか？ああ、気持ちいい。俺、兄さんみたいな優秀な忍びになって。お前は俺を超えろ。無理無理。お前は俺に似てる。可能性はあるさ。じゃあ超えてやれ。サスケ、お前こんなとこで何してる？何ですか父さん。ああ、昨日兄さんが外でって。イタチが？兄さんはどこ？もう出たみたいだな。俺にはあいつの考えてることがよくわからん。兄さん、おかえり。ね、一緒に遊ぼう、兄さん。いいよ、宿題は後でするから。簡単だし。兄さん、見つけた。でも、残念。あ、ずりーよ。今日兄さんとかくれんぼしたんだけど、兄さん分身の術使って逃げたんだよ。それってずるいよね。おお、もう分身が使えるのか。サスケ、そろそろかよ。新しい手裏剣術を教えてくれるって言っただろ。兄さんの嘘つき。
許せサスケ、また今度だ。兄さん、また今度一緒に修行してくれる？ああ、二人だけの時間もそう取れなくなるだろうけどな。それでもいい、たまに一緒にいてくれれば。兄さん、今日手裏剣術の修行に付き合ってよ。許せサスケ、また今度だ。俺はお前と共にあり続けるさ、たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。許せサスケ、これで最後だ。